皆さん、おはようございます。おはようございます。11月の4日土曜日です。ただいま愛知県小牧市に来ております。先週のハンドボール観戦に引き続き、今日も初めてのスポーツ観戦ということで、今日は V リーグバレーボールですね。の試合観戦に来ました。もともとバレーボール自体は、僕も学生時代に、多少やっていたこともあって、でも実際現地でプロの試合を見るのは初めてなので非常に楽しみでワクワクしております。今日は、パークアリーナ小牧で、2試合試合がありまして、まず、第1試合が、トヨタ車体クインシーズさんと NEC レッドロケッツさんの試合があります。トヨタ車体クインシーズさんは FC 刈谷と同じ愛知県刈谷市を本拠地としているチームです。 FC 刈谷もそうですけど、他のスポーツも、一体となって刈谷市を盛り上げているということで、そちらのチームすごく気になるので今から応援に行こうと思います。では今から愛知県小牧市のパークアリーナ小牧に向かいます。よろしくお願いします。
の商品といたしまして、なんとこちらにあるんですけれども、見えますか、こちら会場の皆さんでも、こんな
長く